はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。なんかもう暑くてね、群馬県の桐生市で 39.7 度を記録。明日18日も厳しい暑さみたいであります。19日に梅雨明け&暑さも和らぐ模様。37度とか、まあ都内なんですけど、36度、37度っていうのは、もう19日になったらないみたいであります。それでも32度とか31度とか書いてありましたけれども、明日1日頑張れば乗り切ればあとは比較的楽になるようです。暑さで控えてた凱旋再開しようかなーって、暑くて倒れちゃうなと思って、最近凱旋の予定がないんですけれども、13時の一番暑い時にも有楽町で、凱旋やってた平吉子さん、共産党さん、根性あるなぁ、無駄に根性があるなぁ、結構お年なのになぁ、みんな、運動員の皆さん、結構お年なのに、根性あんなぁ、変なとこに、今日乗ったタクシーの運転手さん、まあ65歳ぐらいかなぁって思うんですけれども、若者は礼儀正しい、上から目線の横柄なジジイに腹が立つ、スーツ着てても、柄悪い、じいさん、そっか、やっぱりか、飲食接客業さんも20代男性が一番礼儀正しいって、記事にありましたもんね。駅員の暴行事件なんですけど、10年前は60代が一番多く、20年前は50代が暴行するのが一番多く、30年前は多分40代が一番多かったんでしょうな。今その人らは70代になり、まあ好きな暴力も震えなくなってきたってことなんだかな。体が衰えてね。もちろん70代でも礼儀正しい方、この動画を見てらっしゃるようなエリートさんはたくさんいらっしゃいますけれども、まあ母数が多いから暴力的で横柄なのも多いって理屈でしょうかね。戦後すぐの出産、特殊出生数っていうか、皆さんご存知でしょうか？戦後すぐ。なんと 4.5。一組の夫婦から4、5人生まれていた。で、今、その方たちが、まあ、団塊世代。いわゆる団塊世代ですね。今、1.26 とかだもんね。ちょっと前まで 1.4 ぐらいだったけど、すっごいなぁ。あんな感じになったら、まあ人口ボーナスってやつで、高度経済成長もそりゃするわな、思いました。礼儀正しくする利点。ひろゆきさん、僕は部下でも年下でも基本敬語。だっていつ何時立場が逆転すっかわかんないもん。なるほどなるほど。横柄に扱ってた人が、顧客になっちゃったとかですね、出世で追い越されて、逆に部下になっちゃったとかいう状況もありますもんね。そりゃそうだな、なるほどな。静岡朝日、県内でマイナンバーカード返納相次ぐ、130人ぐらい。島田市民、70代、年寄りは何かあった時に対処ができないでしょ、だから使わない方がいい、怖い。静岡市民30代、返納する気は全くない、今はトラブル改善過渡期である。静岡市戸籍管理課、カードを返納されてもナンバー制度で紐付けされている情報は消えませんからね。ただカードがなくなるだけで、一般判断です。怖さの意味がわからない。個人情報が漏れて困るような重要人物じゃねえだろうな。個人情報なんかマイナンバーなくても国が把握しようと思えば把握できる。それはなんぼでもできますよね。開示請求であるとか、そんなのも国が把握しようと思えばね。まあ内定したり、クレカや交通系カード使ってたらとっくに筒抜け、また、取りに行くのは手間だぞ。返納のメリットって何？日本政府にノーを表明している自分をアピールできる。共産党の上の方の人が褒めてくれるって。ワイドショーばっかり見てる世代。年金受給にマイナンバーカード必須にすればいい。いや、天才的だな、この人な。年金受け取りにマイナカード必要。天才ですね。70代怖い。
30代平均、これはどんだけテレビ洗脳を浴びているかの指標となるんじゃないでしょうか。昔からテレビ洗脳ですね、電波欲などと言いまして、今日はいい電波欲ができましたな、とんでもねえこと言ってる、まあ、サンモリであるとか、報道ステーションですか、かつては、それを揶揄して言ってた電波欲、静岡県の70歳以上の方は49万人でした。返納は130人、4000人に1人ですね。ほとんどの70代さんは受け入れてんのに返納相次ぐって言い過ぎじゃないの、静岡朝日さん。メディアが数を言ったら率を、率を言ったら数を確かめる。メディアに洗脳されないようにですね、これを習慣化することをお勧め、いたします。英国 TPP 参加正式承認、これで12カ国体制に、TPP12 ってなった。オーシャンズイレブンなんて映画ありましたけど、昔、悔しい共同通信、産業で報道、はははは、産業たったの、我が国主導の TPP に核保有国が参加するのは心強いですね。これで中国の横やりなんくせ嫌がらせも怖くないのでは、中国が羨ましそうに見ている、いやそもそもがね、あの経済対中包囲網ですしね、決めたとこを守らない国を参加させるわけなかろうが、なんとずずしいことに中国はですね、2021年9月に入れてくれって参加申請出してんだって。なんとずずしい、他に入りたいって参加申請してる国は台湾、エクアドル、コスタリカ、ウルグアイ、ウクライナ、ちょっと待って、ウクライナって太平洋関係なくないって思うんですけど、後藤茂茂之って読むんですか、あちょっとわかんないですけど、 TPP 担当大臣、威圧的な対応や法令遵守に的確な対応していないエコノミー、国地域は対象にできない、もう入れないよって、約束守んないとこ入れないよ、言ってんですけれども、まあ中国が念頭でしょうね。一般反応です。バスに乗り遅れるある、パヨ、差別、どっちにしろ加盟基準クリアできないから、加盟国に嫌われすぎてるから無理、イギリスはなんだかんだで約束は守るよ、中国の現行法だと最初から無理、法や合意を守らない国はとてもじゃないが入れられない、ルールなんて無視して好き勝手やる中国なんぞ入れたら全てが崩壊すると、台湾参加ってことになったら激怒してさぞかし面白いことを言いそうですね、中国報道官断固として反対するは、しょっちゅう言ってからもう聞き飽きたんですけれども、今の中国の現行法では審査段階に進むのも無理だそうであります、つまり論外と。台湾が申請出したので数日遅れて慌てて出したっていうのが本当らしいですね、つまり台湾の参加は許さんぞ的な嫌がらせで参加申請出した。中国は合意や協定守らないから、約束って概念ないから無意味だし、他の国には守らせようとするしで害しかないですね、だからそもそも対中包囲網なんだ、お前らを排除するために作った TPP なんだからお前が入れるわけねえだろうが、何回言ったら分かんのかなっていう感じですね。ゴミマスの遺族ストーカーについてフジテレビ&ゆうこ、ジャーナリズムは正義の味方じゃないですよ、あんたアナウンサーであってジャーナリストじゃねえだろっていうツッコミはさておいてですね、一般反応です、知っとるかな、むしろ日本においては悪の権限、時々イエローじゃなくていろんな意味でレッドでしょ、被害者も加害者も飯の種、わしらの中傷は綺麗な中傷、正義の鉄槌という名の誹謗中傷悪者だろ、知ってる、金のためにやってるって言っちゃえ、正義の味方を気取ってるから立ちが悪いと、日本にジャーナリズムなんかかけらもないですよ、勘違いすんな、じゃなければなんで NHK スクランブルデモも NHK ネット聴取反対デモもどこの新聞もテレビも報道しねえんだって話、だっておかしいでしょ、民放だったら NHK はライバル局なんだからライバル局に都合悪いことを報道一生懸命して、当然じゃねえのかな、あるのはテレビ村新聞村の原理原則私利私欲だけですね、現場のツイッター民の方がよっぽどジャーナリストやってるしね、NHK は365日24時間ツイッター監視してネタ探ししてます、正式にそういう部を作りましたって発表しております、正義の味方どころかテレビこそが日本一の害悪ですね。この記事よく読むとですね、
ジャーナリズムの正義の味方と勘違いしてるお前らが悪いって言っててすげえ笑っちゃったんですけども、どこまでもさすがね、あの11年前に大抗議運動されても改善しないで今まさに潰れそうなフジテレビ社員だな。多分倒産しても理解しないんでしょうね、かつてのあの民主党のようにね、野党転落で私たちの何がいけなかったんでしょうか、ベストアンサーそんなこともわからないところ、っていうのが ありました。そういう事件が、バイト時給の推移なんですけど、こちらをご覧ください。リーマンショックがあって、まあ、横ばいに転じて民主党政権でずっと横ばいで、安倍政権になってから、まあ、あの右肩上がりですね。長期スパンで見たら民主党が絶望的なのは明らかでしょう。現在1000円以下の時給で働いている方はボラれてる可能性あります。よっぽど山奥田舎じゃなければ1000円以下では人を雇えない時代になりました。だからっつってあの外国人雇えない、日本人の賃金上がんなくなっちゃうから。埼玉県内の1ヶ月人口増加、1位は川口市311人、2位は埼玉市の283人でした。1ヶ月人口増加ですから、まあ前の月と比べて、1ヶ月で311人も増えたのか、川口市はっていう感じなんですけども、一般判断です。人口減ってんのに川口すごいね。日本人が増えたとは言ってない。なぜ外人が増えていると書かないんだ。川崎や大津より絶対やべえ。県民だが最近は日本語以外の言語をよく聞くようになったと。川口でクルド人が多い地域の現状なんだそうですけれども、男同士が大声で口論つかみ合い路上で、女同士が大声で口論つかみ合い路上で、男女で大声口論つかみ合い路上で、子供同士も口論つかみ合い路上で、改造車で爆音コンビニにたむろなどなどだそうであります。日本人が川口市を敬遠し始めたら新大久保みたいにマンション価格が下がっちゃいますねこれ、そしてそれをちっともテレビ新聞報道しないと、日本にジャーナリズムなんかありません。そもそもがない。ジャーナリストはいるかもしれないですけれども、テレビ新聞は取り上げないですね。本当に大事なあの報道は、ツイッターの一般人、現場にいる方、偶然ね、そういう方のがよっぽどジャーナリストやってますよ日本では。というわけでですね、明日も暑いみたいなんで、皆さんあの明日さえ乗り切ればなんとかあの涼しくなるそうなんで、頑張ってあの乗り切りましょう。デトックスジャパン。